初代リーズ公、トマス・オズボーン初代リーズ公、トマス・オズボーンは、17世紀イングランドの政治家。イングランドをチャールズ2世への側近として活動。ウィリアム3世、メアリー2世夫妻の知性で公爵に助釈された。ウィリアム・テンプルの妻、ドロシー・オズボーンは重視にあたる。1665年、ヨークで、庶民院議員に選出されたのをきっかけに、政界へ、進出。 1668年に海軍主計長官、1673年に審査法で辞任したクリフォード男尺に代わって大倉教に就任、同年にラティマー史尺に助尺された。翌1674年にダンウィー伯尺に助尺、チャールズ二世の側近集団であったコバルが分裂したため代わってチャールズ二世の側近となり、外交と議会運営に尽力した。 外交では親フランスだった方針を反フランスに転換。チャールズ二世の老いで、オランダ総督ウィレム三世とチャールズ二世の命で、弟ヨーク公、ジェームズの娘、メアリーの結婚を取りまとめ、議会の反発を和らげた。一方、議会内部で、旧帝党と呼ばれるグループを結成、与党勢力を作り上げて、政局を安定させていた。しかし、百七十八年の、 カトリック陰謀事件の煽りで、チャールズ2世の命令で行ったフランスを売る14世との密約が野党の保育党に暴露され、翌1679年に失脚した。同年に、ロンドン党に投獄されたが、1684年に保育党の衰退により釈放された。チャールズ2世が亡くなり、ジェームズ2世の知性になると先制に反対して、 オランダ総督ウィレム三世と連絡を取り合うようになり、1688年に6人の貴族と共に、ウィレム三世、メアリー夫妻を招聘、名誉革命のきっかけを作り北部のヨーク社を抑えた。この功績で、翌1689年に、カーマーゼン公爵に、助爵、同年数密委員議長に任命され政権運営を、担い、1694年に、リーズ公爵に助爵された。 しかし、同年に、ウィリアム3世が、ホイック等を登用して、ジャン島政権を樹立するようになると影響力を失い、翌1695年に、収賄の罪を議会に弾劾され、1699年に、議長を辞任、1712年に死去。長男のエドワードに先立たれたので、リーズ公爵は、次男のペレグリーンが継いだ。 トマスが結成した旧帝党は政党として発展、後のトリー党へと変化した。1651年、第2代、リンジー伯爵モンタギュー・バーティの娘ブリジットと結婚、9人の子を設けた。エドワード、ラティマー氏爵息子、アン、ロバート・コークと結婚、ホレー・ショアレポールと再婚。ペレグリン・ブリジット初代プリマス伯爵、チャールズ・フィッツ・チャールズと結婚。 ヘレフォード指揮をフィリップ・ビッセと再婚。キャサリン、ジェームズ・ハーバートと結婚。ソフィア・ドノー・オブライエンと結婚。初代レオミンスター男爵ウィリアム・ファーマーと再婚。マーサ第2代、バース伯爵チャールズ・グランビルと結婚。娘、ありがとうございます。